こんにちは、速稼塾の久保です。吉谷さんの億万長者合宿のね、前回、店舗のコンサルティングをしたらどうなったみたいなことでね、一つ例を教えていただきました。いや、非常にね、やっぱり吉谷さんならではの素晴らしいコンサルティングで、コンサルですね、なんかすごい結果を出されたんだなと思います。やっぱね、なかなか面白いのが、その、吉谷さんはチャンネル登録3000数百人なわけですよ。で、その指導を受けた人が5万人のチャンネル登録をね、得ているというね、こういうことがやっぱり醍醐味ですよね。私もね、自分を超えていく人をやっぱね、作れていないっていうのが、吉谷さんにかなわないところだなと思ってますんで、これからもね、何クソ精神でやっていきたいんですけども、もう私を超えるようなね、そんな弟子を持ちたいなと思ってます。でも私を超えてる、部分的に超えてる人は結構いるんですけどもね、ただやっぱりね、私の負けず嫌いなところもあって、いやいや、まだ負けてないぞ、俺が一番だと思ってるところもあるんですね。さあ、それではですね、今回は私も店舗のコンサルをやったことがあります。それもね、20件ほど今までやってきました。私もね、もともとは店舗の運営者ですから、店舗のコンサルっていうのは得意な分野なんですよ。で、私がね、どんなコンサルをするのかってことを、その2つの、ね、2件の私のコンサルを受けた人の例でちょっとお話していきます。まずはですね、 A さんです。この方はカレー屋をやっていました。10人ぐらいの従業員さんがいらっしゃって、500万円の毎月の売り上げを取っていました。ちょっとね、儲かっている会社だったと思います。利益を残しながらやっていましたね。で、今後のチェーン展開とか、利益をどのようにね、再投資していくかってところで、私のことに相談してきてくださったんですけども、私はですね、その調子のいいところを、YouTube っていうサービスに乗せて、もっともっとね、サービスを拡充させていく、広告をどんどん出していく、YouTube でね、宣伝していくってことをお勧めして、毎日ね、新しいカレーのメニューを1日1個、こう動画で撮っていくとか、お客さんに許可を取って、その感想を聞くとかね、そういうオーソドックスなことをお勧めしていたんですよね。で、結果どうなったかというと、やってくれませんでした。YouTube をね、手をかけてくれなかったんですよ。やらなきゃいけないの分かってるんだけどね、みたいな感じでね、広島市の本通りの一本入ったところで、そういうカレー屋さんが ありまして、そういうふうに言われてましたね。で、もう一人の例を出しましょう。これはね、 B さんって言いまして、この方はね、ちょっと私のお店から離れた広島市の八軒堀っていうところでダーツバーをされていたんですよね。で、このダーツバー、8人の従業員さんがいらっしゃって、月間400万円前後の売り上げがあったそうです。でね、やっぱり若干赤字が出ながら、赤字とかトントンを繰り返しながらやってたんで、今一歩ちょっとね、利益を安定して出してるっていうところではなくて、経営が苦しいっていうんで私のところ来てくれたんですよ。はい。ですね、A さん、B さん、2つのタイプのお店がありましたけども、アドバイスは私いつも一緒なんですよ。店舗のことで私のところに相談に来たら、店舗を辞めましょうっていう、私はね、そういうふうなアドバイスをします。真っ先に。変でしょ？でも店舗ってやらない方がいいと思うんですよ。で、お店がやりたくてそのビジネスをしてるのか、それともね、利益を追求してビジネスをやりたくて、その方便として、手段としてお店をやってるのかっていうことなんですけども、やっぱりね、お店も好きだし、そのそれぞれね、カレー屋もダーツバーも好きなんだけども、結局は食っていけないと店ができないんで、安心して利益が残せるぐらいのことをまずしたい、もしくはそれを副業にしたいって形だったんですよね。で、そうなると、この固定費がかかるお店っていうのは、今順調でうまくいってても、一回ね、ドカーンと大きいマイナス食らうと、もうそれがね、1ヶ月2ヶ月でもう倒産に向かうんだよってことね、私の経験からも申し上げたんですよ。そして A さん B さん、どういうふうに私のアドバイスを聞いてくださったかというと、 A さんは、私のアドバイスはあったんですけども、 YouTube もやらずにそのまんま、なんか頑張ってね、少しずつの利益を積みながら、そのままお店の経営を続けていました。これね、今年に入ってもやっていたそうなんですよ。で、 B さんです。この方はダーツバーをやってましたけども、私が店舗を辞めた方がいいってアドバイスをして、2ヶ月後に閉店しましたね。で、閉店してそれからどうなったかというと、この方は転売とアフィリエイト両方をね、片っぽずつ始めて、しばらくして半年ぐらい、1年弱ですかね、半年じゃちょっと早いですかね、1年弱ぐらいで、従業員さん辞めてもらって、奥さんが1人いたんですけどもね、夫婦でだいたい30万から80万の間で、月収が取れるようになったんですよね。30万だったり80万だったり、こうブラブラして安定はしてないんですけども、とりあえずダーツバーをやってる時は、ネットビジネスの方がうまくいったよという話でした。
で、カレー屋さんなんですけども、順調にそれからもね、ずっと5、6年利益を出しながらやってたそうなんですよ。で、私のアドバイスは2つとも切られました。一つはだから YouTube をやることね、 YouTube でお店を宣伝していきましょうってこと、これね、なかなか聞き入れてもらえなかったです。もう一つはお店をやめましょうってこと、これも聞き入れてもらえなかったです。で、コンサルティングのフィーだけいただいたって形なんですよ、 A さんも B さんも。さあ今どうなってるでしょうか。この想像も入ってますけども、すいません、確認してないんでね、こういう時期なんで確認がね、ちょっとね、デリケートなんですよ。ちなみにね、 B さんは今でも、30万から80万の利益を残しながら進んでいると人づてには聞いております。これね、先月の末の話なんで、今回の騒動があってもね、特に問題なかったそうです。まあ多少はやっぱり、工夫をしてあれから進化してると思いますけどね。 B さんはまあまあ夫婦2人でやってるようです。問題は A さんです。 A さん実はですね、この方とはお話をさせていただいたんですよ。それがね、1週間ほど前のことでした。で、吉田さんね、前回私ね、店舗のコンサルティングはもう最低だっていうことをね、結構厳しく言いましたね。実はね、このカレー屋さん、私の2つのアドバイスを聞かずに何を聞いたかというと、クーポン券を配りましょうとかね、それからお客さんにプレゼントをお店を出るときに渡しましょうみたいなことでね、なんかお客さんのトッピング募集みたいなのをやったりとか、なんか店内のイベントを進めるコンサルティングの方がついたそうなんですよ。で、そのコンサルティングの方、 LINE アットもメールもうまくできなかったみたいで、ちょっとご年配の方でね、今まで店舗を何店舗もやってきたっていうコンサルタントの方だったんですよね。で、その方のアドバイスを素直に聞いて、私のアドバイスを聞かずにやっていたところ、今回の騒動で一気にね、お店の方が回らなくなって、500万が丸々すっ飛んだらしいんですよ、売り上げね。500万ちょっとになったらしいです。600万ぐらいになったらしいですけど。で、従業員さんは給料払わなくちゃいけないんで、店内の掃除をしたりね、呼び込みをしたんだけども、でも全然お客さんいないと、入らなくって、従業員の給料は払わなくちゃいけない。で、売り上げはなんかね、50万もないみたいな感じでね、 98% ダウンになってしまったようです。2月の半ばから、で3月それから4月になってももう全然ですね、もう自主閉店して今途方に暮れてるそうですね。で、私ね、その方に久しぶりに連絡いただいて、久保さんの言う通りに YouTube をやっていけばよかったかもしれないと、店舗をあの時に利益が出た状態で閉めた方がよかったかもしれないっていうふうにお話ししてくださったんですよ。まあ少なくともね、店舗をやるにしても YouTube はやっておこうよってことだったんですけども、しょうがないですよね。で、今その私の代わりに入ったコンサルさん、そのカレー屋さんがね、私じゃないコンサルを選んだんですよ、結局。その方どうしてるのって言ったら、今は業界全体がね、厳しいんで、どの業界もダメだし、こういう不景気になったらもうどうしようもないですと、だから補助金を取りに行きましょうとかね、それから融資を受けましょうみたいなアドバイスに変わったそうなんですよ。だから私はね、前回もうなんかムカッパラが立っちゃったんですよね。こういう時にですよ、役に立つのがコンサルじゃないですか。なんか結局ね、こういう時にみんなダメだからあなたもダメでしょうがないみたいなね、こんなことってあるかなと思ったんですよ。それは愕然として私のところにね、恥を忍んで、そのカレー屋さんの店主の方もそれはね、電話かけてきますよね、この動画見てると思いますんで、あなたは悪くない、あなたは悪くないんですよ。コンサルっていうのは何かっていうと、ピンチの時にピンチからね、チャンスを見出してくれる人のことじゃないですか。何なんですかね。もう私この前散々怒ったんで今回言いませんけども、今どの業種もピンチだから、うちだけ勝てるような方策を取っていこうっていう風にアドバイスできるのがコンサルだと思うんですよ。それを私はできるわけなんですよ。で、その時に私がね、選ばれなかったのは、ある意味私のプッシュが足りなかったのかもしれません。それはね、そういう意味では私は反省しました。もっと売り込んどきゃよかったなと。あの時にもう一歩踏み込んで、強引にでも売り込むようなね、気概があればよかったのに、私はすでに隠居を決めていたんで、まあ、この人に無理に自分のコンサル売らなくてもいいかと思っちゃったんですよ。だからそれが良くなかったと思います。でもそれはまあ、蓋を開けたらって話なんで、当時はそれでね、答えとしては良かったのかもしれません。そのカレー屋さんは私の方をプッシュがあるないに関わらず、店舗の経営がね、コンサルが長い人を選んだわけですから、その私よりもちょっと年齢の上の方はね、何らかの信頼関係ができたんでしょう。でも今こういう時代になってみたら、あの時からね、もう5年ぐらい経つわけですよ。 YouTube ずっとやってたら
店舗がなくても YouTube で生計は立てられたはずです。でもっと言えばね、あの時私が店舗を閉めましょう、利益が出てるうちに閉めましょうって言った時に、いや社員の暮らしがあるからとかね、そんなこと言ってるからこうなるんですよ。結局社員の暮らしどうしましたかってぶち壊したんですよ。で、あの従業員を雇うってのはある意味ね、すごく尊いことだし、すごくね素晴らしいことだと思うんですよ。でもですよ、その方の人生を預かるってことを考えたら、なんか妙におこがましいんじゃないですかってその時はまあ昨日ね、思ったんですよ。あの人の人生を預かる、従業員を雇うってのはそういうことなんですよ。自分のところに来てくれて人生の貴重な時間をね、お金と引き換えに働いてくれるんですよ。お金なんかのために働いてくれるんですよ。でそれをこっちはね、なるべく安い給料でやらせてるわけですよ。だからそう考えたら、少なくとも急に店が立ち行かなくなってやめてくんないって口が裂けても言えないですよね。まあ、私もね言ったんで、麻雀店の社員さん辞めさせたり、焼肉屋の社員さん辞めさせたんで何とも言えないんですけども、やっぱりね、一人がいいんですよ。人を雇う場合じゃないですよね。そんな人のね人生まで背負えないですから。まあそういうことがあったんですよ。ちょっとまとめますね。 A さん B さん、私のところに相談しに来て、カレー屋の A さんはちょっと利益が出てた、そして私は辞めろって言ったけど辞めなかった、そして今最悪の状態になりました。 B さんはダーツバーをやってました、ちょっと赤字でした、私が辞めろって言ったら辞めました、その代わりアフィリエイトと転売をやりました、今は30万から80万の利益を出してるそうです。今でもね、この方はちょっとまだ直接話してないんで分かりませんけども、順調だそうです。私の知る限りではね。でダーツバーの方って8人がかり400万ぐらいしか売れなかったんですよ。でも今夫婦2人で30万とか80万生活費としては十分ですよね。で400万の時は全然従業員さんに給料持ってかれて終わりだったんですよ。だからどっちが良かったかなってことを結果論で考えると、やっぱり B さんだったかなと思うんですよね。で A さんはあれから5年も経ちますんでね、年齢もいってるし、それからカレー屋さん潰してその退店費用とかかかるんですよね。そのお金がないそうなんですよ。だから本当途方に暮れてます。国からのね、今度補償金ってあるじゃないですか、100万とか200万とか。でその方は法人じゃないんで100万の方なんですよ、最大で。苦しいですね。まあ、私はね、今回のことを見越して辞めましょうって言ったわけでも何でもないんですよ。店舗は辞めましょうなんですよ、店舗はね。だって稼ぎたくてビジネスやってるんでしょ。じゃあ店舗は絶対やらない方がいいです、稼ぎたいんだったら。そうじゃなくって、店がやりたくってそこにお金を使うっていうことだったらどうぞなんですよ。ビジネスとしての店じゃないんだったらいいんですよ。赤字でもやりたいっていうんだったらいいんですよ。でも稼いでいきたい、その手法の一つに店舗を真っ先に選んじゃうのはこれはダメだよってのが私のコンサルですね。それ以外の答えはないんですよ。店をやってる人には私は全員辞めた方がいいと言います。なぜなら店舗がね、毎月毎月1000万の利益を積んで、で1億円ぐらい内部留保があるっていう状態じゃないんですよ。ちょっと儲かってるか圧倒的に損してるかみたいなね、こんなね、どっちにしてもうまくいってない状態のことだから私は辞めるっていうのが最高のコンサルだと思うんですよね。でも自称コンサル、変なコンサルっていうのはその店をね続けさせて手数料を毎月毎月もらおうとしてるわけなんですよ。でそれがね、もう腹が立つんですよね、インチキコンサルと、ね、こういう状態の時飲食店のコンサルどうにかしてみろって言うんだよ、ね、本当にそうですよ。それがね腹立たしい。でコンサルを依頼した店舗のオーナーさんは言えないだろうから、私が代わりに言いますよ。あの最悪ですよ、飲食店のコンサルさん、あなたは最悪。これはね、今店舗のコンサルやってるんだったら、この状況でもね毎月の売り上げが去年と同じぐらい出るようにコンサルをしてあげてくださいっていうのをね、今回の動画のメッセージの最後に加えさせていただきます。ちょっとね厳しいことになっちゃってすいません。でも私はね本気でそう思ってます。店舗をコンサルするんだったら、こんな状態でも売り上げを落とさないコンサルをするべきだと思いますね。プロのコンサルだったらですよ。だから素人コンサルだったら、それはもうこういう時にはみんなと一緒に耐えましょうでいいですよ、遊びならね。ということで今回の動画終わらせていただきます。じゃあすいません、ちょっと言い過ぎちゃいましたね。失礼します。